はい、健康生活チャンネルの海老原孝弘です。今回はですね、食道がんを予防改善する7大対策と初期症状についてお伝えしたいと思います。で、今回はですね、そのがんの中でも冬にですね、実は原因を作りやすい食道がんについてお伝えしたいと思います。そう、冬にね、作りやすいんですよ、食道がんの原因をね。で、なんでこの冬にね、食道がんっていうふうに思うかもしれませんが、その理由もね、後からわかりますので、がんになりたくない方とか、あるいはがんになってもですね、症状を進行させたくないとか、できるならいろんな方法で治していきたいという方は、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないように、ぜひまずくチャンネル登録をお願いします。ということで、食道がんを予防改善する7つの対策と初期症状についてお伝えしたいと思います。で、今回はですね、食道がんについてなんですけども、最初にですね、食道がんについてその知らない方もいらっしゃると思いますので、ね、ざっくりとお伝えして、そしてその後にですね、対策をお伝えしていきたいと思います。で、食道がんというのは食道のですね、内面を覆っている粘膜があるんですけども、食道の内部ってね、粘膜でずっと覆われているんですが、この表面からできてくるんですね。で、食道がんは食道の内部にですね、同時にいくつかね、ポン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 とできてしまうことがあるんです。で、その食道がんはですね、内側のその表面である粘膜部から始まってですね、内側の粘膜から始まって悪化するとともに、徐々に外側にですね、深くその及んでいくんですね、浸潤していくんです。またその食道のですね、粘膜内にとどまるがんがですね、早期食道がんといって、その粘膜だけが、がんになるのをその早期食道がんといってですね、粘膜の下層にまでちょっと広がったものが表材食道がん、そしてそれより深く進行していったものを進行食道がんというふうに呼び分けています。そしてもっともっと進行した場合、気管だとか、その食道のね、前の方にあるのが気管ですから、この気管だとか、あるいはその大動脈とかにね、こういった近い組織に臓器に達してしまうことを浸潤というふうに呼びますし、あるいはですね、その、血液を介したりしてですね、その転移する場合もありますね。で、食道がんというのは初期には症状が出にくいがんです。で、早期診断治療ができた症例の多くはですね、人間ドックとか検診とかでね、その胃の異常を指摘されて、そして上部消化管も含めた内視鏡検査とかね、受けた時にですね、こうカメラをね、飲み込むやつでですね、そのカメラでずっと見ていった時に、あ、食道にね、その、癌があるね、みたいな。たまたまその発石であるとか、わずかなその凸凹といった病変があるのを発見された場合に、この癌じゃないかなっていうのを疑われてですね、そして分かっていくんですね。で、例えばね、そういうその早期発見がないとですね、食べ物が飲み込みにくいとか、まあその嚥下障害っていうんですけども、食べ物が飲み込みにくいとか、飲み物が飲み込みにくいとか、こういった嚥下障害をあらた段階で発見されることもあるんですけども、この段階ではですね、もう症状がある状態では進行癌であることが多くなってきます。で、食道がんの症状なんですけども、初期の場合には自覚症状がない場合がほとんどなんですね。ですので、早期発見されるのは、まあ、定期検診とか健康診などで発見される場合が多いですよね。そして、がんが進行してくると、症状が現れ始めてくるんですけれども、まず出てくる症状というのは、その食べたり飲んだりする際にですね、まあ、その食事の際とか、水分補給の際とかにですね、胸の違和感を感じたりだとか、疲れる感じがあるんですね。で、例えばですね、食べ物とか飲み物を飲み込んだ時にですね、胸の奥がなんかチクチクその痛むなとか、熱いものを飲み込んだ時にですね、しみるみたいな、そんな感覚があればですね、その歯じゃなくてね、その食道がここら辺がね、しみるっていう感覚があればですね、これは食道のその特徴的な症状ですから、まあ、このがんの中でもですね、食道がんの可能性が高くなります。そしてさらにがんが進行するとですね、胸の疲れなんかが出てくるんですね。これもですね、食道がんに特徴的で、がんが大きくなるほど食道のね、その内側のその粘膜部を押し出していきますので、その内側が狭くなっていっちゃうんですよ。で、そうするとですね、その食道が狭くなるということですので、その食べ物がですね、使いやすくなるんですよね。引っかかりやすくなるんですよ。で、その進行するとですね、柔らかい食べ物しかもう喉を通りにくくなってきます。で、がんが大きくなりすぎると、ほとんど食道をね、それも塞いでしまう、閉塞してしまう場合もありますので、食事量がどんどん減ってきてしまってですね、体重が減っていくんですね。そしてもっともっと進行するとですね、がんが食道よりもさらにその外側にですね、浸潤していって、肺とか背骨だとか動脈などに及んできますので、そうするとですね、胸の奥とか背中の痛みまで感じるようになってきます。で、またですね、食道の前方にある気道にですね、がんが及んでくると、咳がね、ごほごほ出ることもありますし、声帯といってですね、その声を出す器官に影響が及んでしまうと、声のかすれとかが出てくることもあるんですね。あー、なんかうまく喋れないみたいな、そんな感じのかすれが出ちゃうんですよね。まあ、ですので、食道がんになるとですね、その食べたり飲んだりが辛くなってしまいますので、まあ、できればやっぱりかかりたくないそのがんじゃないですか。そうですよね。ですので、そこで重要となるのが
予防になるんです。そしてこの予防法が大きく分けて7つあるんですね。ですのでこの大切な予防法7つをお伝えしていきたいと思いますが、これはねその食道がんに限った話ではなくて限った話もあるんですけども、他のがんにも共通することもたくさんありますので、他のがんにもなりたくない方もねぜひお聞きください。でまずですね、食道がんの予防に重要な対策の一つ目は喫煙です。で喫煙はですね、世界保健機関 WHO というところがあるんですけども、それの付属の機関である国際がん研究機関 IARC という機関があるんですね。でここはですね、がんの発生原因を5段階でランク付けしたものがあるんですよね。そんなにね危険度が低いものからめちゃくちゃ危険度高いですよというものまで5段階でランク付けしていってるんですよ。でこの5段階のランク付けはですね、もう800の論文からその検討してですね、このランク付けをしてありますので、もう本当に、ね、信頼性の高いランク付けなんですよね。でその中でこの、がんの発生に関わるというふうにですね、喫煙は最高ランクに分類されています。ですから喫煙というのはその確実にがんに影響がありますし、大きくがんに近づいてしまうんですね。で喫煙はですね、男性の全てのがんの発生原因のですね 29.7% を占めています。つまり約3割、男性の約3割は喫煙が原因になってくるんですね。そして女性はですね 17.5% に及ぶということで、ほぼ全てのがんの大きな発生原因になっています。ですからもしタバコを続けている方はですね、できるだけ早くやめることが必要なんですよね。そして食道がんの予防に重要な対策の2つ目は飲酒です。で先ほどもですね、その喫煙もですね、がんには大きく関わっているんですけども、飲酒も影響がかなり大きいです。で飲酒によってですね、体内に作られるアセトアルデヒドという物質があるんですけども、これは発がん性物質であり、食道がんが発生する危険性が高くなってしまいます。でまたですね、喫煙と飲酒の両方の習慣がある方はより危険性が高まるというふうに言われていますので、飲酒もやっぱりやめるべきなんですよね。でまたですね、アルコールは合計の量が多ければ多いほどがんの発生率が高いという、まあ、東大からの、ね、研究報告もありましたので、もしもアルコールをやめることが難しい方は摂取量を減らす力が重要となります。でその時にですね、どうやって摂取量をじゃあ減らせばいいかっていうとですね、その飲み会を減らすのか、毎日のその晩酌でね、その毎日ビール1本飲むとか毎日お酒1本飲むとか、どっちをやめた方がいいなというふうに考えるかもしれませんが、その時には毎日のお酒を減らした方がいいです。その月に1回ね、飲み会に行っても、その1回に30本とかビール飲むことできないんですけども、毎日ビール取っていくとですね、簡単に月に30本取れてしまいますので、合計のアルコール量が増えすぎてしまうんですよね。なので減らすんであれば毎日の飲酒を減らしていただいて、例えばまあ週末だけとかね、あるいはその飲み会の席だけ飲むっていう取り方がおすすめですね。でそして食道がんの予防に重要な対策の3つ目ですね。3つ目はバランスのいい食事です。で特にですね、ビタミン、ミネラル、ファイトケミカルというこれらの栄養素というのはちゃんと取り入れているかが、がんの発生率に大きく関わっています。というのも、ビタミンとかミネラルをバランスよく取ることで、ビタミン A、C、E などの抗酸化作用があるビタミンをですね、そのこれががんを抑える働きをするんですね。ですからもしその炭水化物とか脂質ばかりが多くてですね、野菜とか果物があまり取れていないという方は、いろんな種類の野菜や果物を食べ始めることから始める必要があるんですね。でこの時に重要なのはですね、その野菜のね、これだけを食べるっていう方もいらっしゃるんですけども、このビタミンっていうのはですね、この A と C と E ばかりが多いってわけではなくて、 A だけがたくさんあればいいっていうわけではなくてですね、バランスよく取ってこそ働くことができるんですよ。だからそのこれだけをね、例えばその白菜だけをたくさん取るとか、キャベツだけをたくさん取るとか、こういった取り方はダメなんですよね。そうじゃなくて、いろんなお野菜、いろんな果物をバランスよく取ることがとても大事になります。でまたファイトケミカルという栄養素も重要なんですけども、まあ、なかなか聞いたことがない言葉ですよね。でファイトケミカルというのは第7の栄養素と言われていて、まあ、7番目の栄養素なんですね。で今その栄養素もですね、3大栄養素というのはまあよく聞くと思いますけども、まあ、そこからどんどんその研究が進んでいてですね、今第8の栄養素まで見つかっているんですよ。その糖質、脂質、タンパク質があって、ビタミン、ミネラルでしょ、そして食物繊維が第6でしょ、そしてファイトケミカルが7番目なんですよね。そして8番目が酵素ですから、まあ、この7番目、最近発見された7番目の栄養素なんですね。なんですけども、このファイトケミカルにも抗酸化作用がありますので、がんの発生だとか進行を抑えてくれます。でファイトケミカルは例えばですね、お茶やブドウなどに含まれるポリフェノールとか、聞いたことありますよね、ポリフェノールとか、大豆に含まれるイソフラボンとか、緑黄色野菜に含まれるカロテノイドだとか、トマトのリコピン、
ニンニクや玉ねぎ、ニラなどには多く含まれているアリシンなどがありますが、他にも種類は多いですね。ですからこのようなそのファイトケミカルを、いろんな種類をね取る必要があります。だからここでもね間違いがちなのが、じゃあねトマトにねリコピンが入ってるからリコピン取りたいと思ってですね、毎日もうトマトばっかりで、ね、その食べてる方もいらっしゃるんですよ。もうリコピン取ってけばなんとかなるみたいな思ってる方もいらっしゃるんですが、そうじゃないんですよね。やっぱりこれもバランスが大事なんですよ。ですからそのいろんなお野菜とかいろんな果物をそのいろんな種類を取りましょうということなんですね。そして食道癌の予防に重要な対策の4つ目ですね。4つ目は習慣的な運動です。運動なんて本当に必要なの？めんどくさいんだけど、時間ないんだけどっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろん必要なんですね。で、仕事や運動などの体を動かす習慣がある方は、ない方に比べて大腸がんとか乳がんとか、あるいはがん全体の発生リスクが低下するという研究報告があります。で、またですね、その他の病気についても発生を抑えてくれて、死亡リスクも下げてくれますので、運動というのはですね、なかなか実感が湧かないかもしれませんが、これはとても重要な生活習慣なんですね。でまた運動ができていない方は週2回以上30分程度の運動を行うようにしていただいたら効率がいいです。まあ週2回から4回くらいできれば最高ですね。で1回あたり30分ぐらいで、もしできるんであれば朝の散歩というのが、朝のウォーキングがねめちゃくちゃその体調を整えてくれますので、睡眠の質を上げてくれますし、そして朝から体を動かすことでですね、一日中その、体を動かしやすい体調を作ることができますので、朝のウォーキングとてもおすすめです。まあ、なので、私の一番のおすすめの運動はウォーキングですね。まあ、ウォーキングで誰でもできるじゃないですか。そんな器具も買う必要がないしですね、その走ってって言ってもですね、ジョギングしてって言ってもですね、膝が痛いという方もいらっしゃると思うんですが、ウォーキングだったらね、自分のペースでね、結構行けますし、歩くだけですからね、簡単なんですよね。で、ウォーキングはですね、適度な運動になるばかりではなくて、まあ、基本的にウォーキングで外歩くじゃないですか。外歩きますので、これがですね、誰にでもストレス解消に大きな効果があることが分かっているんですよね。その運動するだけでもね、ストレス解消になるんですよ。リズミカルな運動というのが、ストレス解消にいいことが分かっていて、その定期的な、ね、リズムでその動くっていうのがいいんですよ。なので、そのウォーキングっていうのはね、その何ていうかな、適当なリズムで歩くじゃないですか。だからその散歩とは違うんですよ。この間だらだら、歩いてですね、おなんか、四つ葉のクローバーあるかなみたいな、そんなのは、ウォーキングとは言わなくて、ちゃんとそのリズミカルに歩いていること、これが重要なんですよね。で、この運動もですね、リズミカルの運動もストレス解消効果がありますし、そして自然を見ることでもストレスが解消されるんですよ。人間って緑とかね、まあお花とか見ることで、もう必ず、ね、自然とストレスを解消されていくということが分かっていますので、もうこれは誰にでもストレス解消効果があるんですよね。だから、私はね、ストレス解消、その方法ないんだよねという方もいらっしゃるんですよ。買い物かなとか、だからその通販でね、その今洋服見てますという方もいらっしゃるんですけども、そうではなくて、もう誰にでもこの散歩というのは、ウォーキングというのはストレス解消効果ありますので、ぜひ始めていただきたいんですね。まあ、ですので、ぜひウォーキングをね、始めてみてください。で、まあ、ですからね、そのストレスがね、たくさんの方、がんを予防したい方だけではなくてですね、もうストレスフルな方とかもおすすめですよね。急に笑い出してしまうとか、急に泣き出してしまうとか、急に怒りが湧いてくるとか、もうこんな状態ってストレスフルな状態ですから、もうこれはやっぱり健康的に良くないですからね。そんな方はぜひ散歩をされてみてください。そして食道がんの予防に重要な対策の5つ目ですね。5つ目は、健康的な体型です。で、体型もですね、大きくがんのリスクに関わってきます。で、例えばですね、その肥満というのは、今回、説明している食道がんをはじめとして、膵臓がんだとか、肝臓がんだとか、大腸がんだとか、子宮体部のがんとかね、腎臓がんに確実に関わるというふうに報告されているんですよね。だから、肥満というのはもうそれだけでがんの発生率が高まっちゃうんですよ。で、特にですね、肥満であれば、肥満であるほどリスクが上昇していく、比例関係にあるということが分かっていますので、完全に肥満を解消して痩せた体になれと言ってるわけではなくてですね、あなたなりにその痩せる努力っていうのは必要なってことなんですよね。だからあなたがですね、もしもそのまあまあその肥満体型だとして、それがまあ肥満体型にですね、そのちょっとサイズダウンしたとしたら、もうそれだけでもそのがんを抑制する効果があるんですよ。でついでにね、その太ってれば太ってるほど太りやすくなりますし、そして糖尿病にもなりやすくなりますから、まあ、そこで一旦痩せるっていうのはとても大きいんですよね。糖尿病も防げますし、がんも防げるんですよ。なのでやっぱりこのシェイプダウンはね、その痩せるってことは必要なんですよね。で、もしね、その、もちろん痩せたいんだけども、なかなかその痩せることができませんという方はですね、ファスティングという方法もありますので、一度ファスティングするとね、食べる量がめちゃくちゃ減らすことができますから、そこからダイエットが成功する方ってとても多いんですよ。なので、まあ、ファスティングをうまく使いながらね、ぜひそのサイズダウンをしていただきたいと思います。そして食道がんの予防に重要な対策の6つ目ですね。6つ目は感染予防です。で、実はですね、日本人のすべてのがん発生原因の約2割は感染だという推測されています。
されているんですね。で、がんの発生に関わる感染では有名どころではピロリ菌だとか B 型もしくは C 型肝炎であるとか、まあ、その他にも、ね、難しい名前のウイルスなんかあるんですね。ですからこのようなその病気になることを防ぐことが、まあ、感染を防ぐことが実は大切なのは免疫力なんですね。で、これらのウイルスや細菌の中には感染を防げないものがあるんですけども、免疫力が強ければこの発症を防ぐことができるんですよ。逆にその免疫力が下がってくると、この感染したウイルスによってですね、一気にそのがんを作ってしまうんですよね。ですから強い腸を作るために腸内環境を改善する必要があるんですね。ですから免疫力を強くするために強い腸を作らないといけないですから、腸内環境を改善する必要があります。ですね、腸を強くするということは、腸内環境を良くするということはですね、善玉菌を増やして悪玉菌を減らすということですから、善玉菌を増やすためにですね、善玉菌の餌となる発酵食品だとか食物繊維だとか、あるいはそのオリゴ糖が含まれているお野菜をね、たくさん摂ることが必要になるんですね。で、反対にですね、悪玉菌を減らすために悪玉菌の餌となる糖質だとか牛乳乳製品だとか卵、あるいはお肉などの動物性タンパク質ですね。動物性タンパク質が悪玉菌の餌になりますので、これらを控えることが必要となります。まあ、だからつまりはですね、そのお肉とか卵とか牛乳とかね、こういったものはできるだけ減らしていただいて、その代わりにですね、植物性のものをたくさん摂りましょうということなんですね。まあ、ですからこの免疫力を上げるためにね、バランスのいい食事もやっぱり必要だってことですよね。そして食道がんの予防に重要な対策の7つ目ですね、最後となります。最後はですね、これはもう食道がんに特徴的な原因を作るものなんですけども、これが熱い飲み物を控えるということなんですね。もうこれはもう食道がんにも直結する原因を作ってしまうことになるんですね。で、あなたは熱い飲み物を飲むことがないでしょうか。で、今のような、ね、寒い季節には、特に冬にはね、やっぱりその熱い飲み物つい飲んで、温まってしまいたくなりますよね。例えばその熱いお茶であるとかコーヒーをですね、頑張って喉に入れてですね、8時みたいに、感じながらね、フーフーしながら、飲んだらですね、やっぱ温まってきますから、その体の中からね、温まろうとしたりしてないでしょうか。結構ね、そのしがちな行動だと思うんですが、これは研究の結果からですね、食道がんに深く関わっている、食道がんを作ってしまうことが分かっているんですね。まあ、ですので今回は食道がんの動画ですので、この食道がんの、ね、発生確率を上げてしまうこのことについてですね、研究報告も一緒にご紹介しようと思うんですけども、これはですね、2019年4月に医学誌のですね、がん国際ジャーナルという雑誌があるんですが、これに掲載された研究になります。この研究ではですね、2004年から、2008年にかけてイランの、北東部のゴレスタン州の人々を対象にしてデータを記録して分析したもので、対象者は40歳から75歳の、成人約5万人ですね。めちゃくちゃ多いですね。約5万人で、追跡期間は約10年になります。で、熱いお茶がですね、がんを作るリスクを上げるという研究を行ったんですけども、これが初めてではなくてですね、以前からもこういった研究で行われていたんですよ。で、IARC、最初にご紹介した WHO の付属機関である国際がん研究機関というところがあるんですけども、ここでもですね、2016年に65度以上の熱い飲み物を発がん物質として認定してるんですよね。もう熱い飲み物全般ですよ。もう全てが発がん性物質として認定されているんですね。で、そのイランで行われた研究結果はですね、1日にですね、温度が60度以上のお茶をですね、700ml 以上飲むと食道がんを発症する可能性がなんと 90% も増加するという関連性があることが分かったんですよね。 90% はやばいですよね。まあ、ですので熱いお茶、熱い飲み物というのはやっぱりね、その一気に飲むというか、まあ、その熱い前に飲むのはいけないんですよね。で、なんでね、その熱いお茶が食道がん作ってしまうかなんですけども、この研究者はですね、その点についても考察しています。で、食道というのはですね、指とか腕などのね、その皮膚とは違って、熱さによって痛みを感じることができないんですよ。この熱い喉が痛いということはないんですよね。で、熱さを感じる感覚器とか喉には少ないですから、この熱さっていうのを感じにくいんですね。まあ、ですから熱いお茶であってもですね、やっぱり舌に触れると熱いですから、もうこういったところになんとかそのすすりながら飲んでいただいたらですね、もうここ過ぎれば、もうそれこそね、喉元過ぎれば熱さ忘れるではないですけども、まあもう本当にその通りなんですよね。喉元過ぎてしまえばもう熱さ感じないですから、まあ特にね、その喉に問題じゃない、食道に問題出してるだろうと思ってる方は少ないと思うんですけども、この食道はですね、しっかりとダメージを受けてしまっているんですね。しかもここは粘膜部ですから、ダメージを受けやすいところなんですよ。で、そんなダメージをですね、食道に与え続けていると気づかずに繰り返してしまうとですね、いずれ食道に負担をかけすぎてしまって、がんを作ってしまうんですね。まあ、ですから熱いとか痛いとか感じないけれども痛み続けてしまっているわけですから、これはとても危険なことなんですよね。
だから 90% がんの発症率が上がるというのも当然の話なんです。まあ、ですので熱い飲み物もダメなんですよということなんですね。まあ、ということでね、今回は食道がんの原因と、ね、対策についてね7つお伝えしましたが、あなたもつい食道がんを、ね、作ってしまいそうな生活習慣になっていないでしょうか。でもしねしていたという方はですね、いずれ来る食道がんに向かって進んでしまっている状態ですので、できるだけ早く今回ご紹介した対策を行っていただきたいと思います。でね、その、途中でお話ししたですね、腸内環境を改善するだとか、そのダイエットをするだとか、その食事をね改善するとか、まあ、こういったところが、ね、なかなか難しいという方はやっぱりきっかけとしてですね、ファスティングを行ってもらうとその後はすごく楽になるんですよ。でファスティングというのは断食することなんですけども、このファスティングドリンクを使うことでですね、お腹も少ないし、フラフラもしないし、めまいもしないし、でそしてその集中力もアップしますので、とても楽にねファスティングってすることができるんですよ。なのにこの1回行うことでね 2,3 キロ脂肪を落としますので、ね、もちろんそれでもダイエットできるんですけども、これを行うことで、まあ、いわばその胃が小さくなる状態になりますので、食事量を減らすことができるんですよね。なのでその後ですね、その少ない食事量を継続していただければ、例えば腹八分の食事とかをね継続していただければ、人間っていうのは食べた量で、その食べた、カロリーでですね、その体型を維持していますので、摂取量が減るともちろん痩せていくんですよ。でしかもね、これをファスティングを行うことでお酒だとか喫煙のね、その依存を減らすことが、なくすことができますので、これをきっかけにして禁煙したとか禁酒したってことがものすごく多いんですよね。なのでこういったものをするためにもですね、禁煙禁酒するためにもこのファスティングというのはとてもおすすめになります。まあ、ですのでね、そのなかなか痩せられません、禁酒できません、その禁煙できません、食事量を減らせません、なかなかその食事を改善できませんという方はですね、このファスティングを行ってもらうことで、ここをきっかけにしてそこから生活習慣とか食事の習慣を変えていただくっていうのもすごくいい手だと思います。でまたですね、今回のその動画の内容はね、そのなかなかその口頭ではね、その内容が多すぎて入ってきませんという方はですね、ブログでもね、その文章でも書いてますので、下の説明欄のリンクからね、ブログの方もご覧になってください。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングご興味のある方は、下の説明欄にホームページにありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の話が役に立った方は、感想のコメントだとか、高評価をいただけると嬉しいです。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。